さあ次、岩手グラグラロックシーソー、行くぜ。おう、やった。これなんかあるかな。いたわ敵が。よいしょ、いるか。じゃあ、チカラーメとまた早めもらうぜ。これはあれか、普通にボールか。スイカ割れや。よいしょ。さてと、とりあえずまず1個。なんかちょっとゴリ押し気味だったけど。ほいと、広いね。お、あんなところにお土産が。こんな分かりやすいところにあるとはね。岩手のペナント見っけ。なんかタコが流れ着いてる。打ち上げられてんな。まあどうせあれバカにしてるとまた引っ放すんでしょ。サウナでもう俺は反省してるからね。いや打ってこいよ。いや打ってこいよ。こんなとこにバーケルギー、結構岩に隠れてるな。だから今のはあそこ四角になりやすいところだから見逃すんだよなっていうことなんだろうね。タコがいた。全然今タコだと思っていなかった。よいしょ。ここは特に何かあるわけではないが、後ろにはない、あるわけでもない。こういうところにお土産だけじゃなくてうんちく先生もいたりしてな。ここはなんだ。あ、わかった。こうやってシーソーの容量で上がるんだ。もうついに201。本州で一番大きい県、岩手県の本州っていうのは一番大きい面積を持つ県なんだとよ。四国と同じくらいだってよ。そう、ちなみに岩手県は全国で2番目、北海道の次に大きい都道府県なんだよね。ちなみに辞典は福島県だ。危ねえ。さてと、おいったいた。このちょっと、あちゅーあちちゅーあちちちゅーあちち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 ちまで何もないもんか。まあいいや。
すごいスピード。いっちゃうか。よいしょ、あっち。これはしっかり跳ね返そう。と倒してから上がってよいしょ。何があるかな。これしかなかった。これだけか。うん、これだけっぽいな。 OK。 はい、次よいしょ、気をつけていけ。よし、おっと、ここはスルーでいこう。んー、洞窟。さあ行ってみるか。怪しくね。もうなんか用心したいな。パターン、大船。って。行きょう。ちょっと相打ちになっちゃった。うん、特にあるわけでもなく。この岩を破壊するか。なんかもう結構 いろいろ見逃してそうだけど、うんちくとかお土産とか。はい、ドン。はい、ドン。ん、怪しい岩を見つけちゃう。え、チェックポイント。あ、さよなら。あ、そっか、今チェックポイント行ったからか。ってことはここもパターン。てー、ここにいたのね。待って、嬉しいキノコ。昔マイタケは珍しいキノコで見つけると舞い上がるほど嬉しい。だからマイタケと名付けられたらしい。そうなんだ。あら、まだここにもあるじゃない。金だ。さっき失った分はこれでチャラみたいなもんだ。よいしょ。やべ。ここはなんだ。ここにもいた。ガムテープで発電。ガムテープは発光することがある。思いっきり剥がすと摩擦で放電するってよ。ベリベリバチッ。そうそう、これも昔トリビアの泉っていう番組でやってたな。ガムテープを思いっきり剥がすと発光する。あれ、飛べなかった。なんか消せたわ。よし、よいしょ、よいしょ、次。これってさよなら。ああ、
潰れ打法になってしまった。あれって近づくと、ほい、潰れてしまったな。そこにも一匹いたのに。この下は完全に奈落っぽそうだ。よいしょ。おう、さあこのまま進んでいくぞ。え、そういうダッシュプレート的な。でもなんか今なんか俺戻りたいんだけど戻れねえっすか。一回ちょっとデスルするわ。なんか見逃した気がすんだよな今。ほら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 、ちゃくちゃぐ、ちゃぐちゃぐうまっこ、ごちゃごちゃりんりん。これでお土産2つ目。よかった。今あれデスルしないと絶対いけないんじゃねえの。ああなってしまったらちょっと面倒だ。浦島ヘンゲで行こう。ほい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 、一回変化解除。これでK お祭りタワー攻略可能だ。ちょっと失ったお金を取り戻そう。なんか照準合ってくんねえな。さあこの先にはワープか、ワープか、ん？ああごめん普通に通り過ぎちゃった。ワープというわけでチェックポイント。あ、ここから、あそこからワープしたんだね。すげえ、波のエフェクトがかっこいい。とりあえず、みがりくん買っとくわ。サンキュー。だるまだなぁ。そりゃ撃破うーんぐらいか。うん、いたいた。たぬきねいりを英語で、ネタフリをたぬきねいりって言うけどよ。そうだね、こないいつだったかの豆うんちくで言ってたね。英語ではフォックスリープなんだとよ。キツネに変わるんだな。へー、楽んじゃないんだ。よいしょ、あちち残り髪やられちゃった。あ、よかった、建築先生の足場に助けられた。
気になる。ペシャンコ。ほい。ちょっと。よいしょ。おっとっと。ほいほいほいと。いきょう。登れるわけではないのか。このためだけの足場か。本当？本当か？まあでも本当っぽいな。お土産とかがあったわけじゃない。よいしょ。危ない。あっちはお土産だな。あ、さようなら。待って、うわ。駆け抜けるぜ。よいしょ、撃破。で、ここにはうんちく先生がいらっしゃると。1年の真ん中は？1年の真ん中を知ってるか？ 7 月2日なんだとよ。本当かな？ 1、2、3。 あ、でも何月に何日があってっていうのを見れば、計算すればすぐ出るか。超出撃か。この左回は、あちちちちちちちあち、八の字で動いてたのか。なるほど。この下はないな。オッケー。はい。どっちが正解だ。こっちかな。こっちは金だけだった。よいしょ。と。オッケー。これは何だろう。傾けて傾けて傾けて、おりゃ、お土産。やったぜ。お、南部鉄器、どこかで見たような、まるで俺たちが乗ってるようなやつだな。といった感じで、は落ちないように気をつけて激走。やった。でもう、うんちくもお土産も問題なしといった感じで、悪災退散。間の九州の面みたいな感じだな。あれかな。男と男の戦い。宮城行ってみるか。大根みたいな感じかな。ん、なんか佇んでる。美形だね。石流。こけしショー。こけし流空手宗家。なるほど。巨大戦艦ブンブク。あ、やべ。特撮モード。変形。なんだっけ。台本見るの忘れて、説明しよう。空飛ぶ戦艦ブンブクは戦闘形態である特撮モードに切り替えることによって人型タイプの決戦兵器に変形。戦艦の内部に格納されていた巨大な拳など各パーツが次々と展開され、
鋼鉄の織田貫文武が姿を現す。特活モードへの変形が完了すると戦闘態勢となり、文武は真の力を発揮することになるのだ。まあ、急いで台本開いたわ。さあファイト。何？まあダメージは与えられたが、ほい、ほら、くそ、うまいな、強いな。ズームパンチ。特撮今だ。びっくり砲。びっくり砲を食らえ。さすが小吉将、ガードが硬いぜ。パンチボタンがガードになっていた。くそ。強い。よし。おら。おら。チャンス。なるほど、隙を見て投げると。良さそうだな。なんかお前立ち上がり方があれだな、豊作丸と一緒だな。今だ。おお、効いてる効いてる。ワン、ツー、スリー。高決勝もやっぱりロングレンジの武器あるか。だが高決勝再び倒れる。また起き上がるが、高決勝起きる。やべ、おお、あぶねえ、あぶねえ、詰めたな。うほう、うわー、やべえ、こけっしょ、つえ。くらえ。ああなるほど、こうやって避けていくしかないんだな。今だ。あ、やべ、特撮びっくり砲、びっくり砲くらえるか。よし、少しの隙が勝機となった。いやー、小決勝強敵だったぜ。